はいどうも、百均にです。今回はダイソーやセリアでガンプラ制作に使えそうな小物をちょっといくつか買ってきたので紹介したいと思います。まずダイソーからなんですけど、これもうちょっとパッケージ開けちゃったんですけど、ボックスティッシュのケース、まあちょっと木でできてる感じのケースなんですけどね、これが何人で使えそうかなっていうと、まあ、棚ですね、横置きなんですよ。なのでここに物が置ける棚がついてて、ここを開けるとね、ティッシュをこう入れれるんですよ。でまあ何かね、いろんな接着剤を置いたりとか、まあ、ちょっとした道具を置くのに使えるかなと。こんな風に制作台のね前に置いとくっていうのもいいかなと思って買ってきました。これでもちょっと300円でちょっと高いんですけど、これね木製なんで結構ねそこそこの重量あるんですよ。なんでまあティッシュここ入れててもね、引っ張ってもそんなに簡単に動くってことないと思うんで、このケースは机に置いとくには便利かなと思いました。上に物を置けますからね。以前買ったこのボトルスタンドとかもサイズ的には上乗っかるんで、こんな感じでまた新たなね、いろんな使い方できるかなと思います。でもう一つダイソーで買ってきたものがこちらです。ブックスタンド、三角形型。これもね、本置くブックスタンドになるんですけど、鉄製で、で、まあ、こう、1、2、3、4、5、6、7と、7つね、こう、遮ってるとこがあるんですね。これ、ガンプラのランナーをね、制作するとき置くのにちょうどいいかなと思って、で、買ってきました。よくあるね、ブックスタンドってこう、ちょっと幅が広かったりするんですけど、これ、ちょうどね、ほんと本1冊分ずつぐらいに分かれてるんで、これ便利かなと思ったんですね。で、長さですけど、横がだいたい18.5、この隙間、だいたい約2センチほどの隙間が空いてます。なのでね、まあこうやってガンプラのね、ランナーをこうやって立てて、結構この説明書見ながらね、僕ら結構素人に近いんでね、説明書見ながらやるんですけど、説明書に何番の何とかって書いてるの見ながらね、こう一個一個探すの結構めんどくさいんですよね。これだったらもう A からね、順番にこう並べとくとかしとけば分かりやすくて便利かなと思いました。で、これもこうやってね、置いとけば、ね、作業するときにすぐこうやって取れ、置けますからね。で、切ってまた置くっていう、そういうのが可能です。シールかなんかで番号を打っとってもいいと思うんですけど、これがちょっと便利かなと思って、こちらはダイソーで100円で売ってましたんで、これ気になって買ってきました。借金。で次がね、今度セリアの方で見つけたものなんですけど、こちらです。メイクブラシスタンド。これもまた化粧用品なんですけど、まあ、ここのね写真にもあるんで、メイク用のブラシを、まあ、刺して置いとくスタンドなんですけど、なんか見たらね、こう逆向きにして洗った筆を乾かすとかにも使えるっていう風にか、まあ、乾燥するのに便利みたいな書き方があったんで、ちょっといいかなと思って買ってきました。まあ、これがね、メイクのブラシとかね、どんなものかちょっと使えるかどうかわかんないんですけど、ちょっと試したいなと思ってます。一応こうやって折りたたみ式のこういうスタンドになってて、ここのね、足を出したら、まあ、こういう風に立って置けるので、こういう感じで置けます。ちょっと隙間のあれがある。まあ、こういうね、デザインナイフとかだったら、まあ、立てかけるのにね、この辺にポンと置いとくっていうのも、刺さるね、この穴がね、何種類もあるんですけど、シリコン製なのか。で、まあ、広がるんですね。刺して置いとく分には、まあ、ただ、やっぱりこれ、筆立ての方、こっちは使いやすそうですね。まあまあ、こうやってね、広い部分もありますから、こういうのは刺していけますね。まあまあ、ピンセットとかは刺せますし。で、まあ、肝心の筆なんですけど、洗った後に乾かすとかを考えると、まあ、あんまりいい筆使ってないんで、こんなにまあ、乾かしたりっていうことをするかっていう大きな問題はあるんですけどね、僕の場合。まあでも刺さるところに刺せばね、こうやって水なりなんだりをね、乾かすのに下向きにしとくっていうのはいいかもしれませんね。こういう、まあ筆洗った後のね、刺して乾かして宙浮かせれるんで、そういう意味ではこう下からも刺せれますし、そういうのには使えるかなと思いました。まあちょっとした小道具ですけど、使えるかなという商品です。はい、で最後買ってきたのがこちらですね。電動ネイルケア用アタッチメント5ピースセット。これね、以前紹介したこのテリアの電動ネイルケア、これの付け替え用のアタッチメント、これもともとこれ買うと3つ付いてたんですけど、別売りで5個のねアタッチメントが付いてるのがあったので、これも買ってきました。でダイソーとかのね電動ネイルケアもアタッチメントの形状一緒だったんで、このヤスリの部分使えなくなってもこの先だけ買い替えるっていうことが可能なので、これ便利かなと思います。でこういうケースにも入ってますし、
で、まあまあ、この天川や爪のね、凸凹、荒削り用っていうんですかね。で、まあ、整える。ザラザラしたやつをもう一度次の段階整えて、で、こっちでまた表面また綺麗に整えて、最後、ここで艶出し用のヤスリっていうことで。で、多分、セリアの付属の盆って、この金属じゃなかったような気するんですよね。荒削り用のやつ。はい。まあまあ、とりあえずこのね、5本、アタッチメントがあるっていうことで。だからもうこれがね、新しいのが、もうこれ、もう削れないとかなっても、これだけ買ってくれば、こっちはもうそのまま使えるんで、これ刺すだけですか。まあ、荒削りするには問題ないかなと思います。まあ、これまだちょっとこれから作ろうと思ってるやつなんで、これ作るときにはちょっとこれ使ってみたいなと思います。このアタッチメントも売ってるということで、はい。これダイソーのでも使えますから、付け替えアタッチメントっていうのはちょっとありがたいかなと思って、はい、買ってきました。今回買ってきたのは以上の4つですね。ガンプラそのものに使うというより、ガンプラ製作に使いやすいというか、使うときに便利かなと思う商品のご紹介でした。最近なかなかちょっと作れてないんで、そろそろね、そんな素組み程度しか作ってないですけど、ちょっとそろそろ作りたいなと思ってます。いくつかね、作ってないの家に転がってるの結構あるんで、徐々にちょっと作っていこうとは思ってます。はい。じゃあ今回はこの辺で。また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。